ちょっとね、今朝4時過ぎです。寝坊しちゃいましたね。とりあえずここでおにぎりとかなんかね、サンドイッチでも買ってぼちぼち出発したいと思います。ね、ヘビウスもだいぶ減りましたね。今日の朝ごはんはね、明太子おにぎりとたらこおにぎりですね。もうおにぎり2個で十分。そんな感じでもちもち走っていきます。
今ね、帰りの荷物の積み込みの待機中です。ちょうどね、お昼休憩入っちゃって、あとね、ここの外部倉庫でちょろっと積んだら終了なんですけど、ちょうどお昼に入っちゃって、でここの倉庫横に、こんなこと言うたらあんましいけんのですけど、倉庫の横に鳥の鶏舎があって、こんなこと言ったらいけんねんけど、マジクソくせえ、頭が痛い、匂いによって頭が痛くなってます。マジクセ、ゲロが出そう、頭痛いし、ここでね、少なくとも1時間待機です。休憩入ったからね、やべえ、頭痛い、あと1時間ここで耐えます。しんどるかもわからん、匂いによって頭が痛くなってしんどるかもわからん、きついわ、やべえ、やばす。マジくせ、ハエがいっぱい飛んどる、やべえ。僕のね、前にトラックが1台入っとるんですけど、そのトラックね、あとフレコン1本積んだら終わりなんですよ。倉庫のリフトマン休憩入りましたよ。あとフレコン1本積んだら終わりですよ、前のトラックで。僕フレコン2本積むだけ。倉庫のね、人ね、休憩入りましたよ、きっちり時間になったから。どういうことやね、結構あるあるでしょ、きっちり休憩取るっていう。死んでまうわ。ザオリク。
はい、ということでね、まあいろいろありましたけども、とりあえずね、積み込み完了しました。ちょっとね、本当に頭が痛いんで、ちょっと少し仮眠してからまたね、走りたいと思います。あー、本当今日きつかった。拷問。そんな感じで、とりあえずね、今回はここまでということで、またね。